悪魔の料理のレシピ初公開、食材の調達のハードルが高い、闇の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 闇鍋は合法、食べれないとか言ってるやつは今すぐに合法、手の冗談電子レンジで温めて柔らかくしたら鍋にぶち込め、あとはグツグツと三上版煮込んだら完成だ、嫌なマニエか味しみてんな、やっぱ完成か。闇鍋グツグツことこと熱々、闇鍋グツグツことこと熱々、闇鍋グツグツことこと熱々。